皆様、こんばんは。石川県怪談話へようこそ。石川県の恐怖スポットへ。今日は、美しい景色の裏に隠されたちりはまなぎさドライブウェイで起こる、ゾッとする体験をお届けします。最後までお楽しみいただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは、恐怖の世界へどうぞ。 ナギサドライブウェイで立ち尽くす白い影実は階段スタートです石川県のチリハマナギサドライブウェイは日本で唯一車で砂浜を走行できる美しい道路として知られています日中は観光客でにぎわい波打ち際を走る体験を楽しむ人々の声が響き渡るしかし夜になるとその穏やかさは一変し まるで暗闇が何かを隠そうとしているかのように、不気味な静けさが漂います。地元では、この場所で数々の怪奇現象が報告されており、特に深夜に起こる出来事は多くの人々を恐怖に陥れています。恐怖の始まり、ある寒い冬の深夜、海岸線をドライブしていたカップルがいました。周りには他の車は見当たらず、 彼らはただ波の音に耳を傾けながら静かなドライブを楽しんでいました。突然、道路の先に白い服を着た女性が立っているのが見えました。暗闇の中で、その姿はまるで光を放っているかのように浮かび上がり、まるで彼らをじっと見つめているかのように動きません。驚いた運転手は急ブレーキをかけ、車が止まると同時に、 女性の姿はかき消えるように消えてしまいました。息を呑む二人は、その場で何が起こったのか理解できず、呆然としたまま車内に残されました。だが、次の瞬間、フロントガラスにべったりと不気味な手形が現れたのです。震える手でワイパーを動かしても、手形は消えるどころか、次々と窓の周囲に増えていきました。 背筋を冷やすようなような気配が漂い、どこからかかすかなすすり泣きの声が聞こえてきたのです。不気味な声と見知らぬ影、逃げるように車を発進させた二人は、必死にちりはまなぎドライブウェイを走り続けました。だが、後部座席に視線を感じた女性は、恐る恐るバックミラーを見て驚愕しました。そこには、 誰も座っていないはずの後部座席に見知らぬ人影がぼんやりと映っていたのです。その影はじっと彼女を見つめ、薄笑いを浮かべているようでした。目をそらすこともできず、ただ恐怖に打ち震える彼女は、影が突然姿を消すまでその場で凍りついたように動けませんでした。さらに走り続けると、今度は車のラジオが突然つき、 聞き取れない呪詛のような声が響き始めました。彼らはラジオを切ろうと試みましたが、ダイヤルをいくら回しても声は止むどころか、ますます不気味にこだまするばかりでした。海のさざ波に混じって、今度は外から人の叫び声が聞こえてくるのです。その声は助けを求めるようなもので、まるで海から這い上がろうとする者がいるかのように、 車を追いかけてくるように感じられました。終わらない恐怖。やがて、彼らは夜明け前の海岸線を抜けると同時に、すべての現象がピタリとやみました。後ろを振り返ると、何事もなかったかのような穏やかな海が広がり、先ほどまでの恐怖が嘘のように感じられました。しかし、フロントガラスにはまだあの不気味な手形が残されていたのです。 翌日彼らは地元の人にその話をしましたが驚くことにその女性の霊は数年前にこの場所で行方不明になった人だという話が伝わっていました海の底には今でも彼女を探し続ける者たちがいるのかもしれません尻浜渚ドライブウェイは美しい景色の背後に隠された恐怖を抱え続けている場所です この道を夜に走る際には、決して車外に目を向けてはいけません。いつどこで、彼女があなたを見つめているかはわからないのです。体験談1、海岸に佇む子供たちの影、その夜、彼は親友と共にちりはまなぎさドライブウェイを走っていた。柔らかい波の音が響き、心地よい潮風が車内に流れ込み、 リラックスした雰囲気の中で、二人は終わりな機会話を楽しんでいた。しかし、突然、車が異常な振動を起こし、何の前触れもなくエンジンが停止した。おい、どうしたんだ。友人が不安そうに尋ねる。彼は冷静にエンジンを再起動しようとキーを回したが、車は無反応。ライトも消え。車内は闇に包まれ、 外の海岸線だけが月明かりにぼんやりと照らされていた。焦りが胸に広がる中、再びキーを回すが、車はうんともすんともいはない。ちょっと待って。何か聞こえないか。友人が耳をすましながらつぶやく。静寂の中、かすかなふふふという子供の笑い声が風に乗って響いてきた。彼の心臓が一瞬、冷え切るように止まる。 子供がこんな夜遅くに海岸にいるはずがない。気のせいだろうと思いながらも、その不気味な笑い声は徐々に大きくなり、すぐ近くから聞こえてくるように感じられた。彼は意を決して窓の外に目をやる。そこには、暗い海を背景に、小さな影がいくつもぼんやりと立っているのが見えた。その姿は月明かりに照らされてシルエットになっていたが、 まるで海から這い上がったかのように不自然な佇まいだった。彼の背筋は氷のように冷たくなり、ゾッとするような寒気が全身を駆け抜ける。その影は動かず、ただ彼らをじっと見つめているように思えた。風の音とともに、あの笑い声が再び耳元で響く。ふふふ。なんだあれ。友人が声を震わせながらつぶやく。恐怖が頂点に達し、 彼は必死にエンジンを再び回し始めた。何度もキーを回す音が静寂を切り裂く。頼む、動いてくれ。心の中で祈るように何度も挑戦したその瞬間。車がガクンと揺れ、エンジンがようやく動き始めた。彼は一秒でも早くこの場所を離れたかった。アクセルを踏み込み、車は砂浜を勢いよく走り出した。しかし、 ルームミラーに映ったのはまだ海岸に立ち続けるあの子供たちの影まるで何もなかったかのように彼らはただそこにいた次第にその姿が遠ざかる中彼の心には一つの疑問が残ったあの影たちは一体何だったのかその後彼は友人と共に無言のママチリ浜を後にしたが振り返ることは二度となかった それ以来、彼はちりはを夜に走ることは絶対に避けるようにしている。あの子供たちはまだ海辺にいるのだろうか、と、今でもふと考えることがあると言う。そして、あの子供たちが何を待ち続けているのか、誰も答えを知る者はいない。体験談に、写真に映り込んだ叫び声、写真が趣味の女性、沢子は、 日没前の黄金に染まるチりハマナギサドライブウェイを訪れた彼女にとってこの場所は大好きな撮影スポットであり広がる砂浜とな打つ海のコントラストが美しい瞬間を切り取るのに最適だった特に夕暮れ時には空がオレンジ色に染まりまるで絵画のような光景が広がるその日も彼女は愛用のカメラを持ち 静かに波打ち際に近づいていった。風が髪をなびかせ、波の音が心地よいリズムを刻む中、彼女は何枚もシャッターを切った。次第に日は沈み、薄暗くなる空の下で、最後の一枚を取ったとき、ふと背後に誰かの気配を感じた。しかし、振り返ってもそこには誰もいない。ただ、冷たい風が吹き抜けるだけだった。 気のせいよね。自分に言い聞かせるようにつぶやき、彼女は帰路に着いた。家に戻ると、沢子は早速カメラから撮影した写真をパソコンに写し、撮ったばかりの美しい景色を確認し始めた。波打つ砂浜、オレンジ色の空に反射する水面、そのどれもが完璧に収められていた。だが、次の写真を開いた瞬間、 彼女は思わず息を呑んだその一枚には何か異様なものが映り込んでいた薄暗くなりかけた空と海が広がる中はっきりとその異形の存在が浮かび上がっていた写真の右隅まるでカメラに向かって叫び声を上げるかのように大きく開けた口と歪んだ顔が映っていたのだ何これ沢子は指先が冷たくなるのを感じながら 写真をズームしたその顔は普通ではなかったまるで人間ではないかのように異様に伸びた口と瞳がない真っ黒な目叫びながら助けを求めているかのようだがその姿には正気が全く感じられない背筋が凍りついた彼女はすぐにその写真を削除しようとしたしかし何度消去ボタンを押しても 写真はパソコンの画面から消えることはなかった。むしろ、その不気味な顔はさらに鮮明に、まるでカメラから彼女をじっと見つめるかのように存在感を増しているかのようだった。心臓が早金を打つように鼓動し、冷や汗が彼女の額を伝った。どうして消えないの恐怖に駆られ、彼女はパソコンを強制終了しようとしたが、 画面が突然ブラックアウトした。そして、次の瞬間、パソコンのスピーカーからかすかなざわめきが聞こえてきた。何か囁くような声が、画面越しに彼女に届いていたのだ。助けて、低い。かすれた声。それは、あの写真に映り込んだ顔の主の声なのだろうか。その言葉は、徐々に大きく、はっきりと響くようになり、 ついには悲痛な叫び声へと変わっていった。沢子は恐怖に震えながら、必死に電源を落とそうとしたが、機械は彼女の意思を無視するかのように動かなかった。叫び声がピークに達したその瞬間、部屋中が一瞬停電したかのように真っ暗になり、すべてが静寂に包まれた。電気が戻った時、パソコンの画面は元に戻っていたが、 あの写真はもう存在しなかった。だが、消えた写真の代わりに、画面には不気味に一言だけ文字が浮かんでいた。次は、あなた、彼女はその後、尻浜になど二度と訪れることはなかった。それから数日間、彼女は誰かに見られているような感覚にさいなまれ、いつも後ろに気配を感じるようになったという。そして今も、 あの時撮った最後の写真が何かを彼女に訴えかけていたような気がしてならない。尻浜の美しい風景の裏には何か別の世界とつながっているのかもしれない。体験談さん、深夜の人影と叩きつけられた恐怖。その夜、彼はいつものように一人でドライブを楽しんでいた。尻浜渚ドライブウェイは。 深夜になると人の気配がほとんどなく、海の波音だけが遠くからかすかに響く、暗く静かな夜道を走りながら、彼は考え事をしていたが、突然、車のヘッドライトが道路脇にうずくまる小さな人影を照らし出した。その影はまるで重たい荷物を背負っているかのように、前鏡に縮こまり、何かを抱きしめるように震えていた。 彼の心臓が一瞬ドキリとし、こんな夜中に、と不安がよぎる。しかし、困っている人かもしれないと思い、両親に従ってくる車を路肩に止めた。大丈夫ですか。彼は車から降りて声をかけようとしたが、その瞬間、頭の中に強烈な警鐘が鳴り響いた。何かが違う。尋常ではない。 雰囲気がその人影から漂っているのだ。彼がもう一度声をかけようと口を開きかけたその時、突如としてその人影が消えた。まるで霧が晴れるように、そこには何もなくなっていた。彼は目の前で起きた出来事に懇願し、周りを見回したが、道路も海岸も誰もいない。ほんの一瞬前まで確かに見えていたのに、どうして、 その時だったバンバン車のドアが激しく叩かれる音が響き渡った。まるで狂ったように叩かれるその音は、心臓を直に握りつぶすかのような恐怖を彼に与えた。ドアロックが勝手に解除されるような気がして、彼は慌てて車に飛び乗り、ドアロックをかけた。だが、その叩く音は止むことなく続き、 次第に激ししさを増していくパニックに陥った彼はエンジンをかけ車を急発進させたタイヤが砂浜をかきながら滑り出し車は猛スピードで暗い道路を走り抜ける心臓の鼓動は耳の中で爆音のように響き彼は一瞬でも立ち止まったら命を奪われるような恐怖に支配されていたしかし 数百メートル走った後、彼はふとバックミラーに目をやった。そこに映っていたのは先ほど消えたはずのあの人影だった。じっと見ている。その人影は、まるで車の後ろに立ち尽くしているように、冷たい瞳で彼を見つめていた。顔の表情はぼんやりとしており、だが確かにこちらを見ている。ぞっとするほど静かで、何も言わず、 ただじっと見つめているその姿に彼の血は凍りついた。彼は息を詰め、アクセルをさらに踏み込んだ。どうしてもあの人影から逃げたかった。だが、どれだけ車を飛ばしても、バックミラーに映るその人影は消えることがなかった。それどころか、ますますその姿ははっきりと映り、まるで車内に侵入しようとするかのように、 ゆっくりと近づいているかのように感じられたもう消えてくれ彼は心の中で叫びながら必死に車を走らせ続けたようやく彼が散り浜を抜けた瞬間突然その人影は消えたまるで最初から何もなかったかのように静寂だけが戻ってきただが彼の胸には重く沈んだ恐怖と不安が残り続けたあの人影は ただの幻だったのかそれとも何かが彼に取り憑こうとしていたのか今でも彼はあの夜の出来事を思い返すたびに背中を冷たい何かに撫でられるような感覚に襲われるそして決してバックミラーを見返してはならないと彼は自分に言い聞かせ続けているという最後までご視聴いただきありがとうございました 石川県の恐怖はまだまだ続きますので、次回もぜひお見逃しなく、チャンネル登録をして、さらに恐怖の深淵へと踏み込んでください。それでは皆さん、おやすみなさい。いい悪夢を。